いらっしゃいませ。いらっしゃいました。いらっしゃいませ。今日は何ですか。今日はですね、はい、中古車の案内を。中古車、はい、中古車ですか。そうです。あ、いいじゃないですか。ありがとうございます。え、めっちゃいいじゃないですか。違う違う、そっち違う違う、これがもう早くも中古車。違う違う、え、めっちゃいいじゃないですか。これは違う、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 これ違うんですか。ちゃんと僕ここに立ってたし、はい、あ、そうか、ここに立ってたし。でもどっちかやったらこれがいいんですけどね。まあ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 、確かにね、確かに、はい、これ行きません。今日これはこれはもう思い切ってこれ行きません。これもうちょっと待って、これ言ってもあれでしょ。はい、あの人の車でしょ。まあまあ、あの人これ行きましょうよ。行きましょうか。許可出ないですか。許可出ないかな。許可出ないですか。出ないかな。こっちか。こっちやね。ということで、はい、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。はい。ほいで今日担当していただくのが、はい、営業の山中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ気を取り直して、はい、このお車、はい、今日はご紹介で。そうですね。じゃあ一応聞いときますね。はい。これは何というお車ですか。松田さんのデミオ。松田さんのデミオ。はい。じゃあいつも通り写真を見ながら詳細を聞いていきますね、はい、まずこちらグレードは、グレードが 1.3 のスカイアクティブ肉ですね。肉になるんですね、はい、これはグレード的にはどれぐらいのお車なんですか。そうですね、真ん中ぐらいですね。真ん中ぐらいですね、はい、じゃあ年式は、はい、平成26年の7月です。ということはどれぐらいのお車になるんですか。10年ですね。10年ですね、はい、じゃあ走行距離はどれぐらい走ってるんですか。95,000km。95,000km。はい。山中さん、ちょっと待ってください。はい、はい、もう10年で、はい、もう10万弱で、はい、こっちがいいですわやっぱり。これなんとかならないですか。まあ、なんとかしたいですけどね。これなんとかならないですか。これなんとかしたいですけどね。じゃあと気になるのは車検ですね。はい。車検はどれぐらいついてますか。令和7年の8月まで。あ、じゃあもう1年弱。そうですね。1年弱残ってますね。はい、残ってます。じゃあ写真を見ながらいろいろ聞いてきたんですけども、はい、写真ではわからないところもあるんで、はい、ちょっと一周ぐるっと見ましょうか。そうですね、はい、はい、まずは前から行きます。前から行きますか、はい、前はこんな感じになっております。いやいやいや、そっちじゃないって。こっちじゃないのね。こっちじゃないです。こっちか。こっちやね。わかりました。しゃあないな。はい、しゃあないなっていうなってね。はい、今日はこちらね、はい、デミオのお車、はい、デミオのご紹介なんで、はい、じゃあまず前から行きましょうか。はい、行きましょう。前がこんな感じ。はい。かわいいじゃないですか。かわいい。かわいいですよね。笑ってるような、確かにね。ほんまや、笑ってる。確かにね。口開けて笑ってる。はい。あのスタンプでこういうのありますよね。ありますね。スタンプみたい。スタンプみたいなね。これスタンプしたらいいんちゃいます？これね。あの中谷さんの公式の LINE スタンプとか。LINE スタンプで、これ。作りません？これで。これで。はい。これ笑ってる顔ですよ。これ笑ってる顔ですね。で、ヘッドライト。ヘッドライト。10年経ってるんで。はい。まあまあ、まあまあな。まあまあですね。感じですよね。感じですね。もう10年経ってるんで。でも10年経ってるにしたら、綺麗ですよね。こっちはあるよね。そうですよね。これで傷ですよね。はい。傷はどんな感じですか。大きな傷を中心に見ていきましょう。大きな傷をいきましょう。まあ10年でね、はい、10万弱なんで、はい、あの小傷とか、はい、飛び石なんかはあると思うんですけど、大きな傷とか、大きな傷はないし、でボンネットも比較的綺麗じゃないですか。そうですよね。色褪せてないですよね。色褪せてはないですね。じゃあ横行きます。はい、横行きましょう。見ていいですか。はい、どうぞ。大丈夫ですか。大丈夫ですよ、全然全然、はい、じゃあ横見ます。はい。え、横も綺麗。はい。え、へこみとか大きな傷ないじゃないですか。今のところないですよね。今のところないですよね。今のところないですよね。まあ、でも10年で10年ね、10万キロ弱なんで、はい、期待はできますよね。何の期待。期待。何の期待。期待ではないか。何の期待。期待、いや期待してるんですよ。何の期待。期待。期待。例の期待を。期待を。はい。はい、じゃあ後ろ。はい。後ろもとりあえずこっちは。はい。とりあえずね。とりあえずこっちは。こっちかな。こっちかな。どこかな。はい。ここかな。ここありますか。ないな。はい。え、ないじゃないですか。ですね、困りましたね。困らなくていいと思いますけどね。困らなくていいですか。はい、困らなくていいと。最後のお楽しみはこっちですね。お楽しみね。お楽しみ。はい、お楽しみ。やっぱり助手席側の方が運転席側からしたら遠くなるんで。そうですね。こっちかな。はい。どこですか。もう正直に言います、ね。いやいやいや、どうぞどうぞ。正直に。はい、どうぞどうぞ。正直に正直に。どうぞ。はい。はい。はい。あれ。あれね。ないじゃないですか。ないんで、まあ小傷はありますけどね。小傷はあります。車内です、はい、それはね、はい、え、大きな傷なし。大きいやつは、はい、
優秀じゃないですか。優秀ですよね。10年で10万キロ弱でしょ、はい、優秀じゃないですか。そうですね。でね、一つね、はい、僕この車の、はい、まあ、ワンポイントというか、ワンポイント、おすすめポイント、おすすめポイント、ここにね、はい、指揮官用のアンテナがあるんですよ。指揮官用のアンテナがあるんですよ。これ指揮官用のモビルスーツじゃないんですか。なるほどなるほどなるほど。あのシャーザクとか、シャーザクやね、ここについてるじゃないですか。ついてますね、アンテナ。あ、まあ、角っていうやつね。角ね。これ指揮官用のアンテナじゃないんですか。それで立ってるんや。立てました。さっき寝とったもん。寝てました。寝てたけど、はい、あえて立ててみました。なるほどなるほど。これは指揮官用のアンテナではない。ないですね。残念ですね。残念ですけどね。これじゃあ指揮官が乗ったらダメなんですか。指揮官の乗ってもいいですけど。乗ってもいいですか。でも指揮官じゃなくても乗ってもいいですね。乗ってもいいと。わかりました、はい、もういいって、はい、もううるさいって、もうどなたでも OK です。いいですね、はい、ほんなら中見ましょうか。行きましょう。はい、じゃあ中開けてもらっていいですか。はい、こちらですね。じゃあそっち、そっち。あ、そうか。こっちこっち。なんかね、これが気になるんですよね。横にあるんで気になるんですよね。散々これ撮影してましたよ。ああ、そうか、ね、あの、山中さん、はい、ちょっと数字取りたいんで、はい、サムネこれでいきます。さ、いい、それサムネこれでいきます。サムネこれどういうこと。厳選中古車ってこれで。あ、それや。ちょっとちょっと赤のちゃん。飽きません。赤のちゃん。あかんかな。あかんのちゃん。やっぱりあかんか。あかんと思う。じゃあサムネは、はい、こっちを使いますね。これでね。はい、行きましょう。じゃあ中見ましょうか。はい、はい、じゃあ中開けていただいていいですか。行きますよ。はいはいはい、中見ましょう。はいはい、まずシート。はい、シートこんな感じ。まあ、10年経って10万キロ弱。そうですね。はい、えにしてみたら綺麗じゃないですか。まあま、ね、そんなにね、はい、汚れてる方ではない。めっちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれですもんね。これいいじゃないですか。ブラックの。そうですね。一応ついてますもんね。ついてますもんね。ついてますね。はい。じゃあ座ってみます。座りますね。座りましょう。いつも通り。はい、じゃあ座りますよ、はい。ちょっと指揮官になったつもりで。指揮官になったつもりで。どんなつもりなん。シャー大佐の。シャー大佐。はい。じゃあ、じゃあ、問題ないですか。全然問題ないです。ほんまです。うんうん、10年経ってるのに。いや、なんで。なんで。山中さんが一番びっくりして飽きませんって。山中さんが驚いて飽きませんって。いやいや、もう、もう、はい、ね、10年、はい、10万キロもっともっと減ったってるのが。確かに、確かに、ね、イメージではね。うん、で、さすが指揮官用ですね。指揮官用ですね。指揮官用のシートは、はい、へたらないんですね。へたらないんですか。じゃあエンジンチェック兼ねて、はい、エンジンかけてみましょうか。かけましょうか、はい、じゃあちょっと鍵出しますね。ゴソゴソしてるんですか。あ、鍵を、鍵、鍵、いや鍵って鍵ね。鍵ってもしかして こんな鍵ね。え、こんな鍵。これスマートキーじゃないですか。スマートキーじゃないんですか。ボタン押すだけではないんですか。じゃないんですよね。ないってどういうことなんですか。これここね、押せますよ、はい、こういう形で。何これ、ジャックナイフみたいじゃないですか、ね、え、本当ですか。もう一回します。これ応急処置用ではなくて。応急処置じゃないです。あの、要はあれじゃないですか、はい、スマートキーで電池切れたら、はい、あの鍵穴があって外にね、はいはい、それでドア開けたりするじゃないですか、はい、じゃなくてこれメインです。これがメイン。これメイン。え、そうなんですか。メイン。ちょっと鍵穴あるんですか。エンジンかけると。あります、あります。え、ほんまですか。あります。ちょっと見ていいですか。いいです、いいです。あ、ほんまや、ね、鍵刺す穴ある。はい、え、ここに鍵を刺して、はい、これをこれ刺します。じゃあエンジンチェック兼ねて、はい、エンジンかけましょうか。はい、もうそんなグダグダな下りいらないんで。いらないですね。はい、じゃあ回しますよ。はい、エンジン良好ですね。良好ですね。問題なしですね。問題なしですね。バッテリーも大丈夫そうですね。はい、エアコンも効いてます。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、十分効いてます。じゃあ次、内装の装備ですね。はい、まずあ、ETC 行きます。ETC ね。ETC 行きましょうか。ETC ね。ETC。ここにね。はい。あ、ここについてます。あ、ちゃんとついてるじゃないですか。はい。さすが指揮官用ですね。指揮官用かな。さすが指揮官用。指揮官用で。ETC 完備で。はい。で、ナビ。ナビ。ナビ。はい。これはパナソニックじゃないですか。はい。ちゃんと位置情報も持ってます。合ってますね。ほんでね、山中さん。はいはい。デミオめっちゃおしゃれじゃないですか。うん、と言いますと。ここに CD 入れる。穴言うんですか。これ CD 入れやっちゃうんですか。これデザインですね。これデザインなんですか。これデザインです。え、紛らわしいな。紛らわしいですか。これてっきり CD 入れるやつと思ってました。ここね、はい、あのデザインですね。デザインなんですか。デザイン、デザイン。じゃあ CD はなし。この車。いや、 CD ありますよ。あるんですか、はい、このナビにちゃんとついてるんですか。これついてます。はい、一応見ときます。やりましょうか。はい、はい、一応これを押していただいて、はい、ないじゃないですか。でこのボタンをね、押していただくと、はい、
CD がね、CD って書いてる、書いてますね。で SD カードも入れれるんですね。そうですね、さすが指揮官用ですね。指揮官用なんかな、指揮官用ですね。指揮官用今日は指揮官用推しでいきましょうか。はい、それいきましょう。さすが指揮官用、はい、ここにもスピーカーあるんですよ。あ、ほんまや。もちろんこっちもね。そうですね、さすが指揮官用、指揮官用ですね。あと収納を見ときましょうか。収納いきましょうか、ね、はいはい、まずここに定番の、はい、定番のコンソールボックスがあるんですよね、はい、ありますね。あれ、これ絶対開けるんですか。これね、このここ、これですね。あ、こっから掘り込むタイプなんですか。ここから掘り込むこともできるし、はい、開けることも。開くんですか。ここ開けましょうか、はいはい、こういう形で。あ、ほんまや、はい、すげえ。でいちいち開けなくてもいいし。そうですそうです、開けたら開けたで取りやすい、取り出しやすい。そうですね、さすが指揮官用ですね。いや、僕のセリフ取ったらきませんってすいません、さすが指揮官用ですね。そうですね、そうですね。で、あとね、ドアのここにちょこっと物を置けたり、はい、それで真ん中ここにもそうですね、ちょこっと物を置けますね、はい。ドリンクホルダーはこれですね。これですね。これはここシガーソケットですね。シガーソケット、はい。でこっちはミサイルボタン。ミサイルボタンはついてないです。え、指揮官用やのにミサイルボタンないんですか。ミサイルボタンないんですよ。これは何ですか。これはもうダミーですね。これダミー。ダミーですね。あ、そうか、はい、和平条約が結ばれたからミサイルは今使えないんか。あの戦闘中はこれがミサイルボタンになるんですね。はい、戦闘中はね。戦闘中はね。今和平条約結ばれて、はい、停戦中やから、はい、武装はしてないと。そういうことですね。そういうことでいいのかな。これネタですからね。これどこまで行きます？ネタですからね。これどこまで行きますか？どこまで行きますかね。本当に。ほな後ろ行きましょうか。はい。じゃあ後ろも開けていただいていいですか、はい、後ろ行きましょうか、はい、はい、後ろこんな感じですね、はい、お願いします。あ、はい、後ろもこんな感じ、はい、あ、後ろも綺麗でおしゃれじゃないですか。そうですよね。あ、下も綺麗じゃないですか。あ、そうですもんね。じゃあ座ってみます。はい、じゃあちょっと座りますね、はい、お願いします、はい、どないですか。問題ないですね。問題なし。問題ないです。ちょっとこれ前下げすぎてるんですかね。あ、前下げすぎてます。あ、ちょっと狭いですよ ね後ろちょっとね。でも指揮官やからしゃあないですよ。指揮官はしゃあないですか。前座るのが指揮官やったらしゃあないです。あ、まあ、指揮官やからね。というか指揮官はどこに座るんですか、この車は。指揮官は、はい、前ですよね。前ですよね。パイロットですか、ね、パイロットですもんね。パイロット、エースパイロットは。あ、そうか、やっぱほらここ、はいはい。じゃあ、 あのエースパイロットの後ろは、はい、後ろはしゃあないですよ、これ。しゃあないですか。でも手前は広いんちゃいます、これね。そうですね、ちょっと前に来てます、ね、はい、手前に来てもらって、はい、行きますよ、はい、ここに来て、はい、はい、あ、これで十分ですか。これで十分ですね。じゃあ指揮官が後ろ座るときは、はい、あの運転席前にしてもらったら、はい、余裕ですよね。余裕ですね。で上はどうですか。上は、うん、上もそんなにね、まあまあ、高いとは言えないですね、はい、これね。でも山中さんの頭当たってます。髪の毛当たってます。どうなんですか、当たってます。当たってはないですよね。当たってはないですよ ね、 当たってはないですよね。山中さん髪の毛ピンピンって立ってるけど、はい、大丈夫ですね。一応当たってないですね。あとね、山中さん、はい、ちょっと僕思ったのは、はい、ここに後ろ、はい、物置けるスペースあるんですよ。あ、そうですね、昔の車っぽいですよね。そうですね、昔の車ってここ物置けたじゃないですか。置けましたよ ね、 ね、いいじゃないですか、はい、昔ながらのね。そうですね、これ結構便利ですよ。便利ですね。じゃあ最後ダギジルム見ましょうか、はい、行きましょうか。じゃあ開けていただいていいですか、はい、はい、ここ見ないと終われないんで開けますね、はい、お願いします。はい、じゃあ開けます。はい、はい、あ、山中さん、山中さん、はいはい、今ここに物を置いてたの全部落ちてきましたよ。落ちますね。ダメじゃないですか。ここには物置けないの。いや、置けます、置けます。置けるけど、置けるけど、はい、今全部前に倒れていきましたよ。これあの置かない場合はこの設定でね、はい、置く場合は、はい、これ外します。あ、このところに紐が、はい、はい、こちら外しますよ、はいはい、こちらを1箇所と2箇所、はい、外します、はい、でこうやっといていただけたら、あ、なるほど、はい、こうやったら開けても上に上がらない、はい、そうですね、荷物置いといても大丈夫、まあ、多少軽いものでしたらね。ここティッシュとか置きがちですよね。まあ、まあ、昔の人ね、昔の人ね、あのレースカバーついたティッシュの箱とか懐かしいな、なんか置きがちですよね。懐かしい、ありましたね、はいはい、物置かない人は、はい、先の紐つけてたら、そうですね、上にパターンと上がるから上がるので荷物が、ここの荷物が取り出しやすいと。そうですね、これで結構広いじゃないですか。そうです、思ったよりは広いですよね、はい、コンパクトカーですよね。
本当にコンパクトですか ね, ねでもこんなにスペースあるんですね。あるんですよね。さすが指揮官用じゃないですか。指揮官関係ありますか。いっぱい弾薬をここに置けるじゃないですか。弾薬なんや。いやだって戦場で弾薬切れたらね、はい、一回補給しに戻らなダメじゃないですか。そうそうだね、じゃあね、はい、ここに弾薬いっぱい、弾薬いっぱい、もういいか、もういいね、もういいですね、もういいです、はい、もうそのくだりはなしで、はい。ほんでこれを邪魔な時は取ったりはできるんですか。あ、取れる仕様になってますね。で一応取っていただいていいですか。一応外します、はい、荷物いっぱい乗るときね、はい、こういう形で、あー取れた取れた、はい、あ、すっきりしましたね、はい、しかもこれはもしかしてシートアレンジできるんじゃないですか。シートアレンジできますね。ということはもっと荷物が乗るということですよね。はい、じゃあ一応シートアレンジしてもらっていいですか。やってみましょうか。はい、じゃあちょっと向こうもありますね。あ、そうですね。じゃあこちらから、はい、外します、倒しますね、はい、ここのボタンを押していただいたら、ちょっとこういう感じで、うわ、めっちゃ広くなった、広くなりましたね。こっちも行けるんですね、もちろんね、はい、倒しましょうか、はい、はい、じゃあ倒しますよ、はい、はい、こちらも倒します。うわ、はい、めっちゃ広くなったじゃないですか。広くなりましたね。めっちゃ広いじゃないですか、ね、で、ここは下は何かあるんですか。下ですね、はい、あ、僕めくってないですか。めくりますね、はいはいはい、ここの下は、はい、あ、なるほど、こんな感じでパンク修理キットですね、この車はね。そうそうそうですね。スペアタイヤではなくパンク修理キットが入ってますよと。ほんでパンク修理キットやから、はい、もうジャッキはいらないという体なんですか。いや、ジャッキはいりますもんね。ジャッキないですよ。ジャッキはね、ここにね、はい、こちらにジャッキも一応ね、 あ、ほんまや、このところにジャッキが隠されてる。はい、じゃあ改めて、はい、もう一回どれぐらい荷物乗るか、はい、見ときますね。はい、どうぞ。めっちゃ乗りますよね。結構乗りますね、思ったよりもね。めっちゃ乗りますよね。ね、さすが指揮官用ですよね。指揮官、これは何乗せます。何乗せます。指揮官用やから。指揮官用やから何乗せます。何乗せます。これは弾薬いっぱい乗せれますね。山川さん、はい、もう弾薬の下りはいいんで。あ、もういいですか。あ、もういいですか。ということで、いやいや、今回は中古車。いやいや、ボスさん、ボスさん、ボスさん、はい、あ、こっちか、また間違えた、また間違えた、はい、もう一回仕切り直しで、はい、ということで今回は中古車、はい、マツダデミオの紹介でした、はい、ちょっとまとめますね、はい、まずこちらグレードは、はい、13のスカイアクティブの肉ですね。で、年式は、はい、平成26年の7月です。で、走行距離は、はい、9万5000キロで、車検はいつまで残ってましたか。令和7年の8月です。じゃあ一番気になる支払い総額ですね、はい、おいくらになるんでしょうか。はい、税込み35万円ですね。35万円。はい、車両本体価格じゃなくて、はい、支払い総額ですよ。そうです。込み込み価格ですよ。はい、そうです。乗り出し価格が35万円ですか。はい、そうです。え、めっちゃ安いじゃないですか。ありがとうございます。指揮官用ですよ。指揮官ですか。指揮官用の最新型のモビルスーツですよね。最新、最新、あ、違うわ、10年落ちのモビルスーツか。モビルスーツね。言うたら旧作ぐらいの扱いですか。はいはいって言ってもらってるけど。言うたらあかんね。でもね、はい、めっちゃいいじゃないですか。そうですね。免許取り立ての初心者の方の練習用とか、はい、あとセカンドカーとか。そうですね。あとつなぎとかね。つなぎの次の車が来るまでのつなぎとか。そうですね、つなぎね。10ヶ月ぐらい車検残ってるんで。そうですね。十分ですよね。十分いけますね。そういう使い方できますね。いけます、いけます。じゃあこれは早いもん勝ちということで、はい、ただですね、大阪府以外の登録の方は別途費用頂戴します。はい、ということで、はい、今回は中古車、はい、マツダデミオの紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。